つね、大きな問題が出てきました。今の会社はですね、副業がね禁止みたいなんですよね。これがですよ、副業になるのかならないのか。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日なんですけども、久しぶりですね、再就職その後の話、こういったのをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、僕はですね今毎日 YouTube 更新やりながらですね、正社員サラリーマンをやってます。人生で2社目の会社にね転職してですね、入社して、そっからですね6ヶ月が経過しました。大きなねミス、トラブルとか問題起こすことなくですね、まあ業務こなすことできてるかなと思うんですけども、でも、ね、最初はですね、最初の半年とかもう新人なんでね、もう重くそミスしながら失敗しながらね成長していく方がいいのかなとも思うんですけども、まあいいや。で、僕はですねこれ過去動画で言ったことあるんですけども、アルバイトほとんどクビになってるんですよ。これまたね別動画にしてねしっかり作り上げようと思ってます。なのでアルバイトっていうのはね僕はね向いてないと思うんですけども、正社員となるときっちりやるタイプなんですよね。手をね抜かないんですよ。でその一面がですね、こう現職場でもですねこう発揮できたかなっていうのがあって、こう例えばね共有にまたがりましょうみたいな、きっちりやんなきゃいけないルールがあるとするじゃないですか。でそれに対して、きっちりやってるの俺だけみたいなことがねやっぱあったんですよね。これはですね、僕前の会社でもそうで、きっちりきっちりしてるタイプだったんで、なんでこう管理するチームって言っても単独のチームなんですけど、結構ですね管理職も管理するような、まあ、指導とか注意するような側だったんですよね。で今の職場でもね、まあ、本当にまあびっくりするような感じのこう、まあ、こういうことがあったんで、僕ねもしかしたらね国内でもトップクラスのこうねきっちりさんなんじゃないかなと思い出しまして、そんなことをですね思い始めた今日この頃ですね、その一面がですねなんとかこうちょっと YouTube でこう表現できてねこう伝わっていけば面白いななんて思ったりもしてるんですけども、まあひたすらですね毎日更新19年継続していこうとは思っています。はい、ということで今日はですね再就職その後の話なんですけども、まあ冒頭もお話ししました通り、入社してね6ヶ月が経過したわけなんですけども、一つね大きな問題が出てきました。今の会社はですね副業がね禁止みたいなんですよね。面接時とか入社時にはね口頭でとか書面で僕は説明を受けてないんですよ。知らなかったですね。で僕はこう顔出しで YouTube してるんで、でこのチャンネルはね収益化できてるんで、今後ですね Google 先生から振り込みがこう発生するんですよね。でこれがですよ、副業になるのかならないのか。おそらくですねこうコンビニでバイトするとか、こう他とですねこう雇用契約結んで働く、労働するのがダメなんだと僕は思うんですけど、多分ね確認取ったらね YouTube はね OK だと僕思うんですよね。どう思います？どうしましょう？一回ですねこう本社的なところにこう確認してみようかなとも思うんですけど、一応ですねこの件はですねもう一回今後動画にしようと思うんですよ。確認した場合ですね OK だったか NG だったか、もしね確認しないまま行った場合ですよ、どうやってですねそのバレないようにしてるかみたいな話を、ね、一応しようと思います。確認するとね疑われるよね。しかもダメだった場合どうすんのって話だよね。僕 YouTube 辞める気さらさらないんで、となると会社をね辞めなきゃいけなくなっちゃうんで、僕がそのもしね本社側の問い合わせ受ける側だったら、あこいつやっとるなってやっぱ思っちゃいますもんね。思うよね。はい、ということで、まあ、そんな感じで、ね、業務面に関しては特に、ね、大きなこう問題とかなく、まあ、俺ねこの仕事向いてないかもしれないとか、それね落ち込みへこみもなくですね、まあ、続けてこう勤務継続できてるんですけども、副業がね禁止っていうね一つちょっと大きな問題がまあ出てきたので、これ YouTube やってる僕としてはまあなんだろう、モヤモヤするっていうか、白黒はっきりつけたい自分もいるし、どうしようかなってちょっと悩み考えてる自分がいるっていうのがね今実際のところで、その辺の現状報告をさせていただきました。またねこの件に関しては一回ですね動画で報告しようと思います。よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いいたします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。